場へまず降りて、白樺へまず降りて、白樺から女神湖方向に行きます。女神湖の手前の駐車場、右側にありますけど、信号機の手前の右に駐車場ありますけど、そこで一回止まります。それから、今のところ進行方向で、信号のところを右へ曲がりまして、駐車場から右方向に行きまして、ビーナスラインへ入ります。こういう形の通りですけど、その前に桜並木が少し右側に多分見えるはずですけど、左側が立て島湖、そして右にお寺があって、から中広場であります。夕食は6時から食堂です。食事に続いて、今の食堂ですね。場所を移動しまして、コンベンションホール大広間で19時から21時までウェルカムパーティー抽選会なんかありますから、それを終えてから、まあビデオ上映とかまたダンスパーティーなんかやる予定です。そうだな。
こんなに荒れたところでな、かなりだろこれ人。塚本博樹さん、いらっしゃいますか。はい、おめでとうございます。じゃあ最初はですね、リンゴの木のオーナー権利リンゴ1名、はい、おめでとうございます。金塚浩一さん、じゃあおめでとうございます。あの四人ですと 3L だけだったらね、 3L だったら何でもやるですよね。木があってEOH のターボがあって、例えばスーパーチャージャーがあって、これ全部さえまだあの印されてますから、一応あのエンジンに関してはこういう、そして一応サイドカーであればその船員まで乗って高速道路、あのサイドカーが捕まるのはあのだいたい高速道路が多いんで、これケイラタに売ると全部あの高速道路のケイラタが全部